様子でこちらホーグロイドやっていきます。さあ豚ちゃんですね、まあ、こちらね最初から、初期から、はい、入手できて、かつトッププロでも使うし、今年の世界大会も超多かったですね。はい、ホグばっかだったなという印象があります。まあ、最強キャラですね。簡単に入手できる、はい、こやつがね、まあ、なんだかんだ強いってわけで、やっていきます。はい、で今日はこうモンクアーチャーのねホグでやりますけど、これ多分ね何でもいいんですよ。その何モンクの枠が、まあ、マイティとか、まあ、あと限界突破ナイトにして、まあアーチャーじゃなくてロケット奉仕にするだとか、まあ、ほんとその辺は何にしても戦えるから、まあ、それこそ限界突破ロケット奉仕にするとかも、はい、ありかなと思います。それ残ってほしかったな正直。で今回の相手はメガナイトオールブレイカーって感じかな。はい、なのでまあホグライダーの強みはね、その周りのカードも正直何でも組み合わせられるっていうのはねいいことかな。よいしょ、これなんか近畿できん、いけ下、うう惜しいね。メガナイトの HP があれば、まあ、もうちょい近畿できたが、まあまあそういうこともある。さあでアーチャーだと、まあ一ついいことが陸受けできます。はい、これ強えな。お願いもうちょっと耐えてほしい。いやこの森だけちょっと痛いな。で今回の相手はなんだ、プリンスいてユーノがいるかどうかみたいな感じか。ちょっとキング起動しないと怪しいかもしれないですね。早めにメガナイトを咲かせて防衛楽にしたいかな。まあテスラ、もう俺の嫌いなカードの一つでもあるテスラね、これマジ鉄壁なんで、まあ、先置きして、うわーめっちゃいいスケドラ来た。スケ読みか。さあまあでもこれもうホグで誘導して、ここにメガナイト来てくれたらウッドで回しての、てかまあ普通に限界突破者でしばけちゃいそうだな。どうしよう、まあ、しばけたらしばけたでいいか。ほんとキング起動したいんですけど、てかプリプリだ、全然ウォールブレイカーいねえわ。さあこれには限界突破者が刺さります。よいしょ、いやこれやべえぞマジアチャが強すぎてやばいやばい。普通こんな守れないですからね、楽に行かれてます。はい、でこの限界突破値はさすがに強いんで、ちょっと延命したいけど、さ逆サイから来てくれる、あどっか行っちゃった。強すぎ、延命しながら、これ文句もテスラも残ってるんで、このタイミングでホグライダー行っちゃってもいいかもね。さあでこの文句で時間稼ぎしながらの、ちょっといいザップが来ちゃうっていう、リアダメも来ちゃう、うっ、いやだがしかし止まってしまうホグライダー。マジでね、対ホグ対戦してると、まあ相手してるとね、ホグライダーマジぶっ壊れカードに感じちゃうぐらいね強い。おスケでもいいし、ね、こうなったらまあ、あとクエイクでも削れるんでね。気づいた、ホグライダーはチンパンなのではないでしょうかホグ使いに喧嘩売ってるかもしんないけど、あこれやばいか、踏まれる一発、え、やばいか、ちょっと待って、ホグライダーはチンパンって言ってたら本物のチンパンに召されそう。まあでもこれを守れるのがこのデッキだと思います。てか文句、え、ちょっといいやん、あのスケドラ反射したっすね。でキング起動もできる。さあこんにちは。で限界突破っちゃもあるんで、まあ、守れるっすね。え、でこのホグライダーマジやばいな、だって伸ばしすぎたか、これちょっとやべえ。いやメガネってことは熱い一発、いやいいザップすぎんな。さあ待ち合わせパして、もうクエイクで削っちゃう。この限界突破アーチャーがね強すぎて全てが止まる事件があります。はい、でこうなれば文句からのホグで固まりながら、お、さすがにクエイクで終わりかな。はい、文句もちょっと良かったな。まあこれマイティとかにしても全然鉄壁になる、てか正直何でもいいかな。でも今回は文句でね、今の環境アーチャーがちょっと強かったり、またリトプリか、リトルプリンスもねだいぶ強いんで、まあそこに対して結構戦えるね。この文句が刺さるんじゃないでしょうか。さあよろしく、モハメード。さあかわいいクリスマスサンタ、まあ、雑に回して、ちゃっちゃアーチャー回したいっすよね。でなんかホグライダーってこれトルネカ、
キング起動されるんですけど、まあこれ仕方ないっすね。結局いつかされちゃうんで、それならちゃっちゃキング起動してもらって、他で回して、まあ、2周目ホグ刺すとか、そっちの方が重要みたいな感じかな。結局トルネで禁忌されちゃうからね。さあこれ守れるかな、守れないかな。まあテスラライド、あーこれスケドラね、反射でどうにかなるんですよね。よしよし、えってか、トルバ反射した、でかすぎる。さあこのアーチャー気持ち程度に延命したいけどね。いやーこの延命でかすぎ、てか樽跳ね返すからでかからの、まあ削り一発欲しいな。ウッド転がしたし、入らないんかい。さあババア、これエリポン持ってるけど多分エリポン置いてない立ち回りかな。相手エリポンゴレだと思います。ライドラもいるね、渋いな。これやばいか、さては。いやエリポン置いてきましたね。さあどうだろうね、一回ここ相手何にもない、ババも何にもないか、ちょっと攻めちゃいたいな。アーチャー雑に回してもいいけどね。まあさすがに一回ホグ飛ばして、まあ取るね取るね。いやーこれ守れるかどうかなんですけど、限界突破アーチャーで守るしかないっすね。でテスラ置いて2周目テスラもちょっと回したい。で反射しながらの、いや結局トルネが来そう。わマジその観点えぐい。いやオッケー、限界突破アーチャーだけ残せば多分ね何でも止まる。よしよし、逆サイ痛すぎ、ちょっと待ってくれや、アホ入ってんの。いやライドこれタルは、ちょっとタイミング惜しかった。いやこうなるとね地味に嫌っすよね。ババも持ってるかんな相手が。さあまあ飛ばして、まあ、ここにはババア、こうなるとマジでね削りでちょっと負けちゃうかもしれない。いやこれでもここのホグちょっと強いぞ。でスケドラ系も反射できる。いやライドラね、えってかタルババアでかい人でかすぎそれ、ちょっと待って、でかすぎるしアーチャー強すぎてゴーレムとかしてるし、ババ殴ってるし、ホグライダーも殴るんです。はい、ホグライダーはチンパンです。いやでけえ、これ文句よかったな。なんだかんだ強いっすよね。マルチでものすごい流行ってるとかじゃないけど、なんだかんだ強い。大会とかの方が多いイメージはあるか。文句ね、文句の代わりになるユニットがちょっと多すぎるっていうのもあるか。別にナイトとかでいいからね。っていうのもあって、多分そこまで流行ってはない。が、全然強い。ナイトが、限界突破ナイトいなければもう、暴走してるぐらいにはね。さあ、暴戦域ギャング。なんかちまちまして。忙しいな、忙しいな、忙しいな。暴戦域ギャングスケバレ。まあ、バレバレ枯渇に、吹き矢、バルキリー、墓石。いや、墓石が入ってるって感じっすね。久しぶりに見たな、バレバレ枯渇。なんか、ここ最近枯渇がね、ちょっと苦しい環境来てるんで、まあ、枯渇自体少ないんですけど、スケバレとゴブリンバレルが入ってるのも、これまた珍しい。いや、めっちゃウッド打ちたかった。打ちたいが、なんか、打ったら打ったらゴブリンバレル、スケバレもあるし、なんか厄介だな。いやあマジでやだな、そういうの。攻めたいけど、攻めたいけどなんか無限に来るな。これ相手に施設がなかったらめちゃめちゃラッキーだけど、さすがに施設が1枚あって、あとスケルトン部隊とかもよくあるんでね。1倍タイムは入るかな。まあ、飛ばして施設チェック、テスラインフェ、あ墓石だったわ。マジ記憶がねえ、マジで忘れる、脳に入ってこない。さあこれライトニング打ってくれたのはだいぶエリクサーのアド取れてるんで、
まあバレバレ来んのが嫌だな。端前からモンコークまで行きたい。ライト打ってくれてるんで結構エリアドアで墓石まで壊せたら、うわ美味しすぎる。さあ暇ウッドが刺さりはしないが、文句も暇してるが吹きはしばける。これもう一回ホグとかどう？めっちゃ回るの早くね。まあステイでいいか。よしよし、さあ強すぎ。文句とかね、チャンピオンが場に出てると3枚回せばホグライダー回るんで、スケアイスピの、まあ、ローリングウッドとか打つだけでホグ飛ばしてからもう一回ホグ飛ばせますね。スケバレの落下も一緒に行きたい。ういてか墓石だとホグライダー止まんないっすね。飛ばしどっか、さあ一発、うい強すぎ。ただのこの文句もちょっといいで、アーチャーアイスピとかで行って、これスケだけで許容もできて、これでホグライダー飛ばして相手警戒してるっすけどね、ちょうどコストなかったんですよ。はい、まあこれ止まんないっすね、どう考えても文句だけ取ってるし、ウッド跳ね返しそう。おい気持ちいい。これがまた夢ありますからね、文句は。最悪相手のロケットとかも跳ね返せるんでね、一発逆転もある。ちょいちょい見る光景ですね。呪文跳ね返してなんか最後にワンチャン掴むみたいな、よく見る。雪玉とかウッドとか、やっぱどんな上手い選手、まあプレイヤーでもね、なんだかんだ文句はみんな苦手っていう、文句の事故にはね逆らえない、そういったイメージがありますね。さあまずはアーチャーセパいらっしゃい。3回に1回なんだね、こうやって強いから4回に1回にしてもいいな、進化するの。さあ何も来ない、何も来ないならさすがに行こうか。ボーリー、そういえばなんかプロフィールボーラーいたな。いやこれでもキング起動されないのでかい、多分さすがに持ってると思うんですよ、トルネード。まあ手札になかったか、まあボーラー出したからいいやの考え。ああそれ嫌だな。まあでもこれいらんかったかもね、このアーチャーも。まあでもアーチャーいるんでホグつなげちゃうか。でタル咲いてたんでアイスピまで行って取れねえか。いやー強え、ネードが強えのよ、ネードがいつの時代も。円を0一と同じにしよう、そうすれば全てが解決する。うん、さあバルーンフリーズ久しぶりに見るが、まあテスラなんでね、これがボムタワーだったらまたちょっと苦しいやんってなるんですけど、テスラなんで守れそうだけどな。あとボーラー文句で跳ね返せるし、アーチャーが強えのよこれ。バルーン来てほしいけどね、さすがに来ないか。え来るの、いやブラフ、やばいこれ跳ね返る。アーチャー、アーチャーだけは延命したい。どっち攻めるかだいぶ悩むが、こっちにしよう。いや待って、アーチャーが俺の大事なアーチャーがあんな簡単にいかれてかわいすぎる。いやてか強すぎる、アーチャーマジやばいよな。でトルネは回んないんで、まあボーラーだと一発ぐらい入る。1 OK。 まあテスラこれ置いちゃうか。で文句ある、文句で耐える。いやテスラ寝てるのでか、ちょうど石に当たんね。これテスラもう一回回さないといけないですよね。まあでももう一回回るんですよね、これがまたこれがまたおかしいところで、もう一回回っちゃうから守れちゃうんですよね。さあでここには取るね、だけど、まあ、これクエイクで削っていいっすね。で暇なんでウッドでなんかランバーとか来たら美味しいぐらいで、あーこれやばい、なんか怖いね。いやアーチャーマジでやばすぎえぐすぎだろ、ちょっと待ってマジで今のやばい火力が。いやーいいトルネだけどしばけそうだいぶ。いやテスラ強えしアーチャー強え、でもこういうのは文句でね反射で耐える。ベビドラもちなみに反射します、吐息自分にかかりなさい
その臭い匂いを浴びな。いや石が強い、まあ、石強いけどトルネ使わせると攻め取るんじゃないんでね、守りやすさもある。これテスラこっち置いて、まあ、逆サイ来ても守れるようプランだったけど、あこれちょっと怖いかも。アーチャーそっちにやっちゃったことでインドラのね事故だけちょっと怖いが、いやテスラ強い、一応ね警戒してね。もうこれ攻めちゃおうぜ。あテスラを寝させたんか、それうまいな、うまいがアーチャー強いなマジアーチャー強すぎてなんか全てがね無効化されてる。あーごめんなさい、アーチャーでマジ全て解決してんのやばいよな。いや文句もちょっと強えな。でアイスピも最強と、でクエイクで削れちゃうと。いやマジでエグい、アーチャーが悪い、テスラが悪い。いやアーチャーだなさすがに、まあテスラも悪いか。さあ鉄壁でございます対空薄いように見えて、まあアチャテスラはさすがに強すぎるな。まあアチャボムタワーでやっと面白くなるって感じですよね。さすがに強すぎテスラアーチャー。ヒジタンよろしく、罰ゲームかかってるの譲って、ちょっと譲りたくなるなそれいやなんかただ単に譲ってだったら譲ろうとはなんないが、罰ゲームかかってんのかお前、髪の毛失うんかどうなるんだちょっと気になるなじゃあって罰ゲームなんなんか気になるやん、ちょっと譲りたくなる俺がいるが、一旦様子見るか罰ゲームかかってんのやだなクラロワで。いやマジデッキもちょっとわからん、まあ、ゴレっぽい、まあ、エレジャイ、まあ、ゴールみたいなもんか。ちょうど取り根がない、ハーチ痛いね。いやいい痛い。さあエレジャイアチキューハルチね。いや罰ゲームかかってんのか罰ゲームかかってんのか。罰ゲームの内容によるな、しっぺとかだったらさもう全然ええやろいやマジね、坊主なら譲るわ、教えてくれ、罰ゲーム内容帰っておいてくれ。まあ、飛ばしとくか、それでさすがにありそう。うん、いやでもアーチャーが強い、まあ、あんたこのテスラもバケモン強いな、冷静に寝てるけど。おアイスピー、うーん寝てる、てか限界突破アーチャーもあるし、まあ文句雑出しの、なんかテスラとか大砲って先置きしちゃうと、いや2周なんかそれ壊れたタイミングで攻められたら怖いやんってあるんですけど、結局2周目もあるんだね簡単に。もうめっちゃ高めに置いちゃう、いやこれ釣れないか、いや釣れるんですよねまあ強すぎで、まあ雑に削りに行って取るね。これアーチャー入らんかな、いやー強っ、まあ文句もあるしね、で文句あんのちょっとずるい、これ全部に強いっていう。アチャクイファルチェこれさ、さすがに固まるしかないよな。いやこれえぐいなエレシャイってこんな瞬読する、まあファルチェアチャクやるとあんまホグ飛ばしにくいっていうのがあるな、飛ばしにくいだけ。さあケツアーチャクにはさすがにケツ文句で挑みましょうか。まあ多分負けないと思ってるけどどうだろう多分負けないと思ってはいるがちょっと怖いか、これ攻めちゃってみんな
エレジェなんかね、ラムと同じなんで、こんだけ遠くても歩いちゃう。あ、待って、ファルちゃんだけやばい。一瞬ホグに。いや、てかなんか、アーチャーバグってね。マジ。アーチャー強すぎて、意味わかんねえことになってるよ。これアーチャー食いまで仕留めます、この子は。いやー、えぐ。アーチャー食いもアーチャーに勝てない時代が来ちゃったっすね。さあ、ごめんな、罰ゲームかかってんのに。頑張ってくれや。よいしょ。さあ、もうクエイクで削って。この辺からはね、ホグライダーやっぱ入んないんでね。てか、檻もあれもあるし。入んないんで。クエイクで。文句あるし、ね、最強か。飛ばないか。もうクエイクですね。はい。相手の呪文、これ、なんだろう、ライトニングとかあったっけ、わかんないけども。一生クエイクで削って。あ、ライトニングありましたね。まだ文句もあるわ。さあ、もうクエイク。ホグライダー、まあ出してもいいけど、出さんくてもよさそう。あ、なんかあの助だけちょっと怖くね。でも、さすがに。いやー、アーチャーアーチャーこれ、さすがにやばい。さすがにやばい。あー、マジでやばい。強すぎ。さあ、クエイクウッドで、フィニッシュと。マジ、後日あの罰ゲーム何だったか教えてください。そこだけちょっと気になったわ。うん。よろしく。さあ、めちゃくちゃアーチャーが強いことだけは分かりましたね。いかれてる。火力が高えな。上振れがすごい。上振れが安定してる。スケドラ。まあ、ラバーが濃いよね。ラバーが濃い。これ残んねえかな。残んないんだ。残ってほしかったな。トリトンあんの。この感じでトリトンあんのか。いや、わかんねえな。ロイ、これやばいな。ロイじゃ生きたらなんか終わりそう。いやー、よかった。さあ、ヤナメ、トリトンリトプリー、ウォールブレイカー、新鋭隊、新鋭隊、あー言ったら出してくれるよ。まあ、この辺はこの1コス勢がね、はいはい、まあ、新鋭隊プラスの多分何もない、なんかもうこの新鋭隊で頑張りたいっていうデッキだと思うんですよね。痛いよそれ。なので、まあ相手のウォールブレイカーと新鋭隊、俺はしっかり守っていけば負けないんじゃないでしょうか。これなんか両タワーから削ってほしかったな。さあ、スケバレ、スケドラをある程度しばける。おいしい。てか新鋭隊にさ、アーチャーセパレート最強じゃねこれ。結局ヤナメ耐えるもんな、これ。これえぐくね。これなんか、なんか来た。てかやばすぎ。ゴブリン読んでました。さすがに。でかすぎる。気持ちいいな。あ、やなめ。あ、これ新鋭隊あるんで、固まんない方がいいっすね。あ、こんなら固まればよかった。まあ、固まるか。さあ、これ、ウッドでここだけ早めにしばいて、まあ、こっちは後から適当に。いや、テスラが強いのよ。文句もこれまた大活躍です。前半車、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 前半車。文句、久々に使ったらちょっと好きになるな。いや、なんかめっちゃ嫌な雨とかも怖い。いや、そうよね。これもったいないね。もったいないが許せるぐらいで悪か。さあ、相手やなめだけっぽいね。アーチャー無双が。いや、ファイブあったわ。マジ記憶ないんですよ。ごめんなさい。本当に。ただ覚えてないだけ。いや、文句に今の当たんないか。当たってほしかったな。一回待つか。
限界突破しに出てくる負け筋なんでね、あの本当に真ん中でウッとしたい。マジでウッと下手か。うっ、よし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 。アーチャーはね、通常アーチャーは何があってもてか、まあ限界突破もか、できるだけキング裏から出したいですね。相手が矢波持ってる時はこの辺から出しちゃうと呪文同士食いかれちゃうんで、でウッドで立てだけまず剥がして、でまたそれが来んのよね。一生同じことしてるやん。一生同じことはしてるが、この辺が攻めどくか。いやー、アイスピッツ強いな。さあで、アーチャーもさっき、これさっき言いましたけどね、キングラから出したいって出したいって言ったものの自分は出さない。でこれまあ新エテクル、これやばいね。ちょっとだけ延命しないといけない。これさすがに一発、うん、一発入るなら許す。いやー、ちょっといいか。で右は許容できる、許容できるね。もうできないか。よし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 。さあ相手も削んなきゃ勝てないっていうので、やっぱだいぶ攻めてきて、このぐらいでこれ一発ネジ伏せて、うわー、文句の反射で勝ったりなんていう面白いこともちょっとある。おい、危ねえ。まあ、よく耐えましたね。これアーチャー出す位置です。本当にできるだけ高めに出したくなっちゃう、出しちゃう部分あったけど、できるだけキングラスね。やっぱアーチャーセパレートが強いんでね、まあ、固めて出すのも強いですけど、相手に呪文がない時とか、矢波とかない時は固めても強いんですけど、今みたいな矢波ファイブだとね、真ん中出すと美味しくいかれちゃうんだよね。頑張ってセパ、なんならこれするだけでいい。さあ同じです、これするだけで強いんでね、余計なことは考えるんじゃないよ。キングラにセパレートするだけでいいんだ。さあアチャミガゴ、あーこれまた珍しい。まあスケラだとよくある編成だね。あー待って、テスラ寄っちゃったけど、もうわかんねえよ、何なんだこれ。メガゴもちなみに反射する気がした。はい、メガゴなんか腕で殴ってるように見せかけてなんか落としてるっすよね、多分爆弾みたいな。あれ落としてないっけ。いや落としてるから反射してるわけですよね。いやどうなんだ、わかんねえな。ちょっとようわからんこと言ったかも。ガゴはなんか落としてるのか、いやわかんねえな。ちょっと待って、マジわかんねえな。反射するからさ、なんか投げてんのかなってなるよな。これマジ怖すぎん。うーん、やだな。まあさすがに塊どっか、アーチャー跳ね返るしミニペも耐えれます。いやー文句いいね。え、褒めたらそれか、痛えねやないか。これちょっと早めに雑音食いってキングギドしたいな。何も来なけりゃ限界突破アーチャー捨てることになっちゃうけど、いやもう丁寧か、一回守るか普通に。いやこれキングギドできそうだな。よしよし、お願い、アーチャー頑張りすぎるな。オッケー、でかすぎー。さあアーチャーちょっとだいぶ頑張って溶かしすぎてたけど、まあ、キング起動できたんでね、よしとしましょう。じゃあミニペッカーみたいな、ホグライダー単品で飛ばすとね、ミニペで完封されました。完封されてカウンターきちゃう。いやこれやばいか、ミスったかこの文句、もしかしてこれえぐいの来るな、とんでもねえの来るぞ。しまい目がないと。さあこれを守れるかどうかで今日の俺の運勢が。いや守れましたね。しかも文句ぶっ刺さってるわ。文句目の前で突っ張りしてる。あー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 あああ、文句って普通固まってなんかやるキャラなんだけどな、固まらずしてさあ落ちました。でネクストは限界とバーチャーあるんで、絶対守れます。文句もあります。なんならムート反射できます。相手が笑顔になって嬉しい世界だ。さ
さあ鉄皿2本も立ててあげて。いやいいね、キング起動できるとね防衛楽になりますからね。さあこちらのホグデッキも皆さんぜひ使ってみてください。まあ中身はね自分のユニレベと、相談しながら、はい、ぜひ組んでみてください。よければチャンネル登録もお願いします。お疲れ様です。